深呼吸。はあ。ゆっくり、丁寧に。割れた殻もこんな綺麗に、やったー！うなこれで洗い物も掃除も紙ロール交換も何でもバッチリだよ。本当にそれもこれも全部お兄ちゃんのおかげ。ごめんなさい課長様、そのおかげさまで。可愛くない猫がそんな呼び方しても、阿翔さん、その僕ね、しぐれ様、しぐれちゃんを見ててずっとお兄ちゃんって羨ましいなって思ってたから、だからさっき兄弟みたいって言ってくれて本当に嬉しかったんだ。僕体ばっかり大きくなっちゃったから、妹だなんてお兄ちゃんにそんな風に思ってもらえるなんて思ってなくて、呼ばせてもらうね。お兄ちゃん、お兄ちゃん、僕のお兄ちゃん。本当に？やったー！お兄ちゃんのお家にお泊まり嬉しいにゃー！はーい！ありがとうお兄ちゃん！兄様、この妹めに
夜のご寵愛のお言葉をいただきたと思います。ミス様から愛しき妹なんて返しが来るとは。兄様は最近この妹めを殺しにかかっているようですね。あ、バニラ、ちょっと鼻拭く用にバスタオル持ってきてください。すみません、少々お戯れを。ショコラとバニラの進捗を伝えておこうと思いまして、とりあえず明日に帰るのは不可能となりました。遅くとも1週間はかからないと思いますが、戻った時に鈴がない可能性もございます。最善は尽くしますので、それではまた連絡をいたします。愛してますわ、兄様。ご主人様、助けてー。おー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 およう、箇所。ナッツのアホはそっちにいんだよな。一応確認でよ。どうせなんか余計な手間かけさせてんだろうけど。特に問題ねえのか。あ、別に何もねえならいいんだけどよ。てか、ナッツがてめえで連絡入れろっつう話だよ。手間のかかるダメ猫は困るよな。把握してねえとしぐれがうるせえんだよ。無事ならいいや、あとは適当に頼むわ。お兄ちゃん、お風呂上がりましたにゃ。長いとなかなか乾かないから、いつもこんな感じで。いつもはしぐれちゃんが乾かしてくれたりするんだけど、自分だとめんどくさくてついつい。
がないって。にゃー、気持ちいい。にゃー、お兄ちゃんの指先優しくてすっごく気持ちいい。はい、全然大丈夫。お兄ちゃん、すっごく手慣れてるね。そっか、それは年季入ってるね。上手なわけにゃ。でもいいの？お兄ちゃんにこんなに甘えちゃって。今日だってお仕事で疲れてるのに。僕もお店の手伝いしたくてしてる。その大事な家族で、お兄ちゃんの妹だもんね。そういうことなんだね。嬉しいな、何度言ってもらっても。何度でも言ってほしいね。敏感だから優しく。ありがとね。こんな風に甘やかしてもらったの、すごく久々ですっごく嬉しい。
頑張らないように頑張るって変な言葉だけどね。ありがとう、お兄ちゃん。までしてくれてありがとう、お兄ちゃん。じゃあお言葉に甘えておやすみなさい。嬉しいこと言ってくれて、本当の本当に僕は幸せな猫だなって思ったよ。僕本当に頑張るから、もううじうじしたり迷ったりしないって約束する。最後にそれが言いたかったんだ。おやすみなさい、お兄ちゃん。また明日ね。猫パラ